皆さんこんにちは。トラブル事例に学ぶ管理から見た失敗しないマンション選びのポイント、担当する講師は私石坂久志でございます。本日は、このセミナーですね、これから分譲マンション投資を始めたい方、それからすでに分譲マンションをお持ちの方、それから分譲マンションの仲介を行っている業者さん、このお三方のために作成をいたしました。実は最近非常に不動産投資がブームになっております。中でも一棟もののマンションや一棟もののですねアパート、そういった投資されている方が多いんですけれども、こういったマンションやアパートは非常に情報がよく出ております。本屋さんなんか行きますと本当に多くの一棟ものの経営の本なんかが出ております。一方ですね、この分譲マンションの投資なんですけれども、一棟ものに比べますとめちゃくちゃ少ないです。はい、めちゃくちゃ少ないです。なんで少ないのか、やってる人が少ないのか、少ないからなのか、そういうわけじゃないんですよね。書いてる人が、いないと、いうだけです。実は一棟ものの大家さんよりも、私ははっきり言いますと、分譲マンションのオーナーさん、投資オーナーさんの方が多いと思います。なんでかと言いますと、バブル時代、今を遡ること25年とか30年ぐらい前からなんですけれども、その時代の大家さんはですね、皆さん不動産業者さんに例えば電話営業で負けたとか、電話営業で、脅迫されたとか、電話営業で、粘られたとか、そういった形で、買う方が非常に多かったですね。それから、これ今から10年ぐらい前のですね、ミニバブルの時代ですね。ミニバブルの時代に関しましては、今度はロバート清崎さんが書かれました金持ち倒産貧乏倒産ですね、あれの影響でですね、非常に自ら自発的に分譲マンション投資を始める方が多かったということがあります。ところが、皆さん結構そういうふうに脅されたりですね、それから安易に買ってしまうと後で問題になることが非常に多くなります。でそういった責任は一体誰が取るんだろうかという部分も実は分かってなかったりする方が非常に多いわけですね。その一番の原因って何かというと、やはりオーナーさんが管理規約を読んでないというところが多いと思います。なぜ管理規約を読まないと問題トラブルになるのかというと、例えばマンションには占有部分というオーナーさんが持っている部分と、共用部分という区分所有者さん全員で持っている部分の2種類があります。例えば、エレベーターですとか階段室ですとか、共用の廊下ありますよね。ああいうところは全員で持ってます。でもお部屋の中は自分たちが、所有してます。でも壁の中に入っているものなんかは一体どっちの持ち物なんだろうかってことが実は分かんないことが多いわけですね。ところがそれは実は管理規約を読めば全部書いてあるわけです。ところが今の、昔からいるですね、分譲マンションのオーナーさん、投資オーナーさんはほとんど 100% の方が管理規約を読んでおりません。それゆえに何かが起きたら全部ですね、管理組合がやってくれるだろうというふうに思うことが多いわけなんです。そこで管理組合はこれできませんよということでトラブルになるということが多かったりしますので、私はもう自分で仲介をするときには管理規約を必ず重要事項説明のときに簡単に読んで、こちらはこうなってますという説明はさせていただいているんですけれども、なかなかそういう時間も取れる不動産業者さんも少ないと思います。そこで今回はですね、この1時間目、そういう事例ですね、管理規約を読まなかったために損をしてしまったというオーナーさんのお話をしたいと思います。分譲投資マンションの B 級オーナーさんのたちの現状ということでございますけれども、この B 級というのは A 級ではないよという意味なんですね。これ私の好きな言葉なんですけれども、一流ではないと、でも三流ではないと、二流半ぐらいなのかなというオーナーさんのお話でございます。事件ですね。ある日ですね、マンションオーナーの武藤さんが海外旅行に行っている時に賃貸管理会社さんから携帯に電話があったと。実はこの方ですね、香港に行っておりました。香港ってご存知の方いらっしゃると思いますけども、こっち側に香港島があってですね、こっち側に香港島があって、でこっち側に空論があって、間に海があります。でその海をですね、実は、船がこう走ってるわけです。夜になるとですね、観光船が走ってます。
でこの夜の観光船非常に景色が良くてですね、人気がある場所なんですけれども、武藤さん不動産投資仲間と一緒に、香港に行ってこの観光船に乗って、で乾杯ってやった瞬間に携帯が鳴ったそうです。何かと思ってすごくもう腹が立ったらしいんですけどもね、そうしたところ、賃貸管理会社さんからだったと。で武藤さんの持ってるお部屋のですね、賃借人の山田さんのお部屋からですね、なんと漏水があったと。水漏れです、はい。でこれはユニットバスですね、ユニットバスってお風呂の部分なんですけども、そこからどうやら漏水があったらしいということです。で武藤さんはもう楽しくてしょうがないですから、香港でビール飲んでますからね、楽しくてしょうがないですから、適当にやっといてよと、放置してしまいました。オーナーからですね、結局工事の了解が得られないと管理会社さんっていうのは工事できませんから、もうしょうがないです、はい。工事が出たのが事故から5日後、賃借人さんはですね、なんと10日以上もお風呂に入れないと。山田さん10日以上お風呂入れなかったと。ちなみにですね、10日以上これ夏場だったら大変なことでございますね、臭くなってしまいます。こういう事件が起こったわけです、はい。でこの事件の背景なんですけれども、こちらのマンションのオーナーの武藤さんですね、はい、飲食業のサラリーマンをされていました。でやはり先ほどのお話じゃありませんけども、ロバート清崎さんの本を読んでですね、非常に不動産投資が流行しちゃったということです。はい。でとうとうもう自分も寝ても覚めても不動産不動産不動産ということで、欲しくなってしまいましてね、はい、奥さんに内緒で買ってしまったということです、はい。よくいるんですね、奥さんに内緒で買う。私もよく奥さんに内緒で買うことがありますけれども、マンションは買わないですけどもね、はい。で、すごいです。物件価格の9割を、4% の金利で借りると、はい。これ普通、住宅ローンなんか借りるときはそうかもしれませんけども、意外と、すごいです、はい。である中古マンションを購入しました。で、武藤さんは購入後ですね、賃貸管理会社さんが決まったのでそこに委託をしてですね、自分はなんと遊び回るようになっちゃいました。これは1年間に例えば1億とか、5000万とか1億とか家賃が入ってくる大家さんならいいんですけども、この人ちなみに15万円ぐらいしかですね、家賃が入ってこないのになぜか会社を辞めてしまったというすごい方ですね、はい。でこの物件どこにあったのかといいますと、東京の、小田急線というですね、非常に人気のある、私鉄の沿線で新宿から大体20分ぐらい行ったところにあります閑静な住宅街の中にあるマンションです。築は30年ぐらい経っていますが、駅から降りて10分ぐらいなので非常に人気があります。賃借人さんもすぐ決まりました、はい。であとはですね、間取りは大体50平米ぐらいの 2DK でございます、はい。あとは全50戸で、5階建ての4階ですね、はい。オートロックでエレベーター付きというマンションでございました。問題は築30年ぐらいだというところでしょうかね、はい。でこの遊びほうけた武藤さん、その後どうなったかと言いますと、賃借人さん夏場に10日間もお風呂入れなかったわけなんで怒っちゃったわけですね。でオーナーが詫びに来るまで、家賃の支払いをしないと言い始めました、はい。これは本当はあんまりいいことではないんですけどもね、債務不履行っていう形になりますから、できたら供託でもすればよかったんですけれども、オーナーさんが詫びるまで家賃の支払いを止めてしまったと、はい。そうしますとオーナーさん困ります。当然入ってくるべきお金が入ってこないので非常に困るわけですね。その2、はい。でオーナーさんは賃貸管理会社さんが出した工事の見積もり、ユニットバスの工事ですね、はい、これをよく見ないで OK を出してしまいました。実はこのマンションですね、ユニットバスを入れるときに、無理をして入れてるんですね、それゆえに、工事をするにあたっては全部壊さないとダメなんです。ということはユニットバスを全部入れ替えをしないとこの漏水工事ができないということが分かりました。それゆえにユニットバスの入れ替え工事全部で100万超えましてですね、ところが武藤さんは、その見積もりをよく見ないで OK 出しちゃいました、はい。で工事代金が通常の倍以上の記載というのは、普通の漏水工事ではなくて交換をしなければならないと、いう工事だったからなんですけれども、武藤さんは遊んでばっかりいましたからお金がありません。支払いができなくなってしまいました。
で、この人の結末なんですけれども、入ってくるべき家賃は入金されておりません。で、通常ですね、滞納の督促をしてくれるはずの賃貸管理会社さんいますよね。ところがこちらには工事の漏水工事のですね、方を発注してて、で、直してもらったにもかかわらず工事のお金払ってないです。それゆえに、早く家賃を督促回収してくださいよと、いうような督促の電話もできないと、かといって自分で賃借人さんに払ってくださいと、いうような根性もなかったというところなんですね。で、高い金利、4% ですけどもね、こちらで借りているローンだけは毎月毎月落ちていって、通帳からはお金がどんどんなくなっていくと。で、とうとうですね、返済ができなくなっちゃいました、ちなみに管理費も払えなくなってしまいました。で、その時に私は管理会社の人間だったんで、面談してですね、いろいろお話を聞いたんですけれども、なら仕事すればいいじゃないですかと、私前に言ったんですけれども、40過ぎちゃった人がですね、なかなか再就職ができないと、いうことで、とうとうこの人は八方塞がりになってしまったというかわいそうな結末になりました。で、分譲マンション、の投資過熱時代における B 級オーナーたちの姿と、いうことなんですけれども、この、漏水による苦情ですね、賃貸管理会社さん、それから私ども建物の管理会社まで巻き込んだ話し合いになってしまいました。この3社とのですね、話し合いを実施してですね、建物の管理会社がですね、管理規約を提示したわけです。もうこの武藤さんは、これはとにかく管理組合が悪いんだと、漏水するような管使いやがってと、古い管なんか使っているから悪いんだと、俺のせいじゃないという一点張りなんですよね。で、私どもの人間がですね、管理規約を見せて、で、すいません、今回の漏水は、実はですね、あなた方の持ち分、武藤さんの持ち分から起きた事故なので、責任は管理組合にも管理会社にも賃貸管理会社にもありません、責任はすべてあなたにありますよということを言ったわけですね、で、その証拠として管理規約をお見せしてですね、どこまでが占有部分なのか、どこからが共用部分なのかという部分を、ご説明しました。武藤さんは最初ムッとしてましたけれども、なんとか納得をしてもらってですね、私が悪いのかというふうに、自分の責任であるという認識ができました。でもこの人怒りないんですね、また怒り始めたわけです。私が購入する時の重要事項の説明、必ず不動産の場合は、購入する前に仲介の業者さんから重要事項の説明というのを受けます。宅地建物取引業法第35条というところに記載があるんですけれども、そこにいろいろな、説明事項があるんですけどもね、その時の重要事項説明で、どこからが、占有部分で、どこまでが共用部分なのかというですね、説明を受けなかったということで怒り出したわけです。でも我々建物管理会社も賃貸の管理会社さんもはっきりで関係ないわけですね。すいません、それは買った時の業者さんに文句言ってくださいと、言ったんですけれども、僕は通帳さえ見てればいいって言われたから買ったのにというようなことまで言い出す始末でしてね、非常に責任転嫁をしている、自分で何も責任取れないという方ですね。通帳だけ見ていたいんだったら、本当に通帳だけ、見ていたいんだったら、仕事でもすればいいのにと、給料を、得るためにですね、働けばいいのにと思うんですけれども、変なところで欲出しちゃったんでしょうか。で、この、事例の教訓と、いうところなんですけれども、たとえ一部屋だけでもですね、人様にお貸しすることはサービス事業です。大家さんはその事業の社長さんですね。で、管理業者さんはパートナーです。で、その認識がない人はですね、オーナーになっちゃいけないということです。分譲マンションの投資オーナーさん、皆さん管理規約読んでいらっしゃいますでしょうか。どこからが、皆さんの責任で、どこからが管理組合さんの責任なのか、そういった部分はきちんと認識しましょう。漏水も、自分のですね、お部屋の真下から起きた、自分のお部屋の例えば、ユニットバスの継ぎ目から起きたとか、そういう場合は皆さんの責任になります。そして、きちんと保険にも入っておきましょう。武藤さんは残念ながら普通の火災保険にしか入っておりませんでしたので、賠償が保険から出なかったと、賠償特約をつけてなかったので出なかったというところなんですね。非常に、寂しい結末となってしまいました。
そういうわけで、今日はですね、オーナーにはなっていけない、分譲マンションオーナーにはなってはいけないという方のお話をいたしました。またお会いしたいと思います。以上です。